どうもこんにちは、リュウボンです。フィールザスノー、今回も続きをやっていきます。前回のね、ほんと疲れたね、あの戦い、一応ね、前回ちょっと疲れ果ててね、あとまあ動画の尺がね、ちょっとどうなるかわからなかったので、ちょっと解説を後回しにしましたけど、まあ基本的な戦い方は、動画にあった通りね、なんだけど、まあどう、まあ例のね、あのバリアの法則を見破るまでに、まあ何回も死んだわけなんだけど、一応やり方ね、進め方としては、あの氷の女王へのワープポイントがあったじゃないですか。で、あそこに、あのね、あそこの近くにワープストーンを置いたんですよ。うん。で、いつでも行けるようにして、ワープのね、この石を使ったら、いつでも行けるようにしておいて、で、何回も、もう リスポーン地点でね、あちらの家で生き返っても、何回もチャレンジできるように、ワープを置いたという感じですね。それで何回もこう、挑むことができたというわけですね。そして、visit the rescued citizen。助けた村人のところに行ってこいと。いうことでね。まあ、マップ見たらわかんない。実はまだ見てないんだけど。これは GG で、これだよね、多分。さあ、今回のね、村人。第2村人ですね。一体どんな感じなのか。どこだ?わかんなくなっちゃった。下だな。おー、できてる。ウェポンだ!武器屋だ。え?どんな感じ?ジジイ!フォーク。I got a forge back up and running. So just ask if you need anything. ほー、なんか早く見たい。Actually, I could use your help. If you don't mind. I was going to make rare swords. Hilts. Hilts ってなんだろうね。レアソードか。But I'll need tantalum. What little I had is gone. Stolen, no doubt. Tantalum ね。これキーワードだね。うん。これがないと作れないのかな? Still, there should be plenty left in oil valleys. Could you? オイルバレーか。すごいな。Sounds easy enough. Wait! Send me a sample of tantalum. Oh, and you need to use a mechanical oil. Mechanical oil. あ?機械の袋?袋っつったらあれじゃん。このゲーム作ってる会社のシンボルじゃんね。あ、what? Go to Iron Village. Iron Village だって。鉄の町?村かな?The folk there will tell you all about it. ほー、ちょっと、品ぞれを見たい。あ、ボムだって、1個いくら ?50 だって。ちょっと2個買おうぜ。買おうぜって。で、アイアンインゴットが、100もするんだね。なるほどね。で、積極的に物を売っていかないといけないね。get tantalum ore。タンタラム鉱石って感じか?get tantalum ore. Roland must have something that can help you. どこだよ?うわ、またこれ、すっごい旅路だな。まあ、頑張るか。行けるとこまで行きましょう。うん。さあ、一応ね、今回、でもこれあれだね。どっかで、ちょっと、旅を、なんだろう、拠点をね、作ってやらないと、これ無理だね、絶対。たまにね、そう、俺、スキルポイントをね、上げてない時はたまにあってね、忘れちゃうんだよね。いやー、しかし、前のね、戦いなんだけど、まあ、ぶっちゃけね、戦いが辛かったっていうよりは、編集が大変だった、本当に。いや、あれは、ほんと、すごかったよ、もう。
ちょっと待ってね。あの、この辺、こっから先が、初だね。ちょっと新しいね、敵が出てくる可能性があるので、ちょっと、油断せずにね。うん。行きましょうか。くっそ。ほい。ボケー、勝てるか、アホ、お前なんかに、アホ。アホ。で？一応、方角合ってんのか。あの、マップの、この広域をね、もっと引いてほしいんだよね、マップ。わかんねえよ、こんな。意味なくない？ええー、気づくの？そっから。ねえ。よし。まあまあ、一応方角当てるっぽいね。方角わかんないよね、これじゃ。まあ、なんとかなるでしょう。さて。一応ね、今の俺のステータスは、アイアンソード。と、ストーンアーマーとストーンシールド。で、予備ね、もうすぐ壊れるので、これ全部ね、一式アイアンアーマーですね。で、ちょっとね、心配だったのが、結構ね、鉄がないでしょ。鉄がね、これ。この、これがね、鉄なんだけど、結構ね、取り尽くしちゃって、まあ、この辺とか行ってないけど、来る。これ夜にやるとね、絵的にね、動画のね、絵的に暗くなるからね、嫌なんだよね。あんま良くない。うん。そう。なので、鉄がね、やばいなと思ってたんだけど、ぶっちゃけね、どっかのマップで手に入るとは思ってはいたけど、なんか、アイアンヴィレっていうね、いわゆる鉄の村っていうね、単語が出てきたので、全然いけるんじゃねえかと、ね。まだまだそこにいっぱいあるんじゃないかと思っておりましてね。基本の戦い方。あ、そう。で、これ俺すっかり忘れてたんだけどさ。せっかくね、スペースボタンでさ、これ。これがあるんだから、いちいちね、律儀にさ、こんな風にさ、回り込まないで、シュッつって、こうやって回り込んだ方がね、圧倒的に早いんだよね。あー、またいんのか、お前。とりあえず、先行くよ。OK かな？もっと左下に行く感じ。雑魚。ちょっとね、こいつ鬱陶しいよね。ビット連れてきた方が良かったかもしれない。あ、これだ。これになぞってきゃいいんだ。ただ、罠で、モンスターがね、道のど真ん中にいるっていうパターン普通にあるんで、別に道にだから、モンスターが出ないとか、関係ないからね。さあ、まあでもだいぶね、効率的にゲームを進められるようになってるかなっていう。よっと、来たね。これ。オベリスク。さあ、なんでしょう。よし、ビットだ、おら。あ、間違えた。またね、後ろに回り込む癖がね。ちなみに、ちょっと待ってね。意外とね、おお、いくそ。死なねえかなー、こいつ。やべ。これね、攻撃、防御中に攻撃すると、こうやってね、なんか、うし。見てこれ。実はね、気づいてはいた。いた。なんだあいつ。あ、なんかいっぱいいる。一瞬、わかんないやつがいっぱいいる。機械だ。よし。うお！びっくりした。歯車。そして？歩
ケ明治ハット。とりあえず覚えとこう。これ何これ、くっそ、こいつ。よし、OK。まあ、これね。よし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 。破片。メタリックシャード。破片だね。ギア。ギアなんてあるんだ。半端ないね。あ、壊れる、これ。OK。んー、なにこの。え、この硬さは何？無理なんじゃないこれ。ちょっと待って。え、無理でしょこれ。爆弾かな？ちょっと2個買ったからやってみましょう。わあ、そういうのに置くんだ。よし、できた。I have to send a Roland of a sample of tantalum。これがタンタラムだね。で、爆弾売ってたわけだ。なるほどね。ただもうちょっと、何この何これ、スクリューナットの木。なあ、ほな。まあいいんじゃない、よし、ないよね。とりあえずゲットしとけば、うん、気になるな。で、これ普通の木だよね。こういうのはね、多分種類とかないんだよね。この辺はスタックしてるので。つか、鉄がすごい、ここ。ちょっと待って。どうしよう、どうしよう。で、一瞬でね、これで家に帰れるんで、楽ですね。どうしようかな。なんで俺これ持ってんの？とりあえず、なんかいる、なんかいる。なんかって狼男だけど。これ何？スクリュー。あ、別に、素材だ。これまた余計なもんいっぱい持ってんな、今回。どうしたもんかね。何かを捨てないといけない。まあ、こうしたらモテるけどね、ちょっと。これ、あんま良くないんだけどね、こうやって。カッツカツにするのは。OK。あー、これね。こうして、こうすれば一応。モテるねーっていう。あれ、メタルスライムっぽいね。なんか、ちょっと。あー、なんか、強いな。強そう。あの、死神みたいなやつが。とりあえず、あいつ。こいつ。オッケー。ボケや。勝てると思っとんのか、悪い。これがね、もう持てないと思うんだよね。あ、持てる。あ、持てない。くっそー。とりあえずこれ置いて、で、鉄を、取って、で、これ。厄介だね。インベントリがね、カバンみたいなのあったらいいのに。もうこれ超めんどい。まあ、俺が悪いね、今回はね。こうして、こうね。ま、ちょっと戻りますか。ね。これで。はい。楽マジで楽。あ、そっか。これで、とりあえず、フィールド系でしょ？またあそこ行けばいいんじゃん。ね。そうだよ。そうすりゃいいんだ。ちょっと探索をやっていきましょう。もうちょっと。荷物をね、バー置いて。これも、フィールド系。そう、ちゃんとね。分けてんですよ。で、モンスター系で、で、これはフィールド系だね。そう。こうやってね、分ける。まあ、これもいつかパンパンになるんだろうね、と思ってやってんだけどね。あの、どのゲームでもさ、インベントリがパンパンになるのって結構、ね、イライラするよね。オッケー。まあ、これでいいんじゃない？一旦は。よし、これで、これが4分間ね。生きてるから、その間に、またここに行くと。こういう感じですよ。これがね、本当にちゃんとね、有効活用、しっかりやっていけば、非常に便利なので、アップで、怖かったね、今の。うわ、声がマジキモい。何これ。デンステクスチャー。もう怖い。何もかも怖い。ちょっと待ってね。ここはもう相当警戒していきましょう。
危ねえ。怖えんだよ、こいつ。あ、やべ。うわ。よし。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。で、デンステクスチャー。あ、なんかいっぱいいんな、こいつ。2対1はちょっときついんだよね。はい、アホ。こいつは体力はそうでもないね。まあ、この戦い方をやってればね、ちゃんと。はい。ちょっとね、新しい戦い方はできない、怖くて。はぁ。ういえ。来たぞ。どうしようかな。まあ、罠あげるか。あ、罠！俺、この動画でやったっけ、罠。やってないっぽいね。ちょっとね、今の死神に聞くかどうかわかんないんだけど、あ、いた。ちょ、待って。ちょっとこいつね。間違えた。おい！間違えた。よし。ガシャンと、なるわけですよ、こうやって。痛い。こいつさ、実はさ、後ろ回んなくても、いけるんだよね。こうやってね、解除した瞬間にこうやってやれば、結構楽勝に勝てることに、結構最近気づいて。うん。だから意外とね、変なテクいらないんだよね、実は。なかなかね、後ろにシュッて回り込むのが、怖くてできない。よし、来た。タンタラムインゴット。マジか、マジか。これなんだろうね、こいつ、本当に。こいつなんだろう。ん？何手に入れた、今。見ろよ。何を手に入れたか。ちょっと、わかんねえじゃん、これじゃ。オッケー。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。オッケー。よし、どん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 。タンタラム棒。タンタラムが新しい鉱石だね。さあ、何落とす？なんだあれ。これか。オイリーリキッド、オイルだ。フード。まあ、フードだよね。ジャケットとかの頭被る、カポって被るやつ。よいしょ、まった。あれが怖い。空腹が怖い。オッケー。オッケー。やべやべやべ。ここやっぱい。タンタラムシールド。ちょっとこれ、金稼ぎちょっと始めるか。で、爆弾が1個50なんで、痛い。ひどーい。マジで？いった。しまってね。この野郎。この野郎。マジでよ。待て。うら、マジかよ、こいつ。マジ言ってんの、こいつら。ああ、ほんと。くっそが！マジで？ちょっと待って、どう倒そう？ちょっと待ってね。マジか。マジで、帰る。もう怖い。あぶねえ。こういう逃げ方ができるんだよね。はい。まあ、楽しかったね。ちょっと時間忘れちゃったけど、大丈夫かな。まあ、これ、まあ、爆弾をね、もっといっぱい手に入れて、一応ね、俺が認識してる限りでは、これがね、なかなか高く売れたりするので、あとこういう料理とかね、うん。まあ、こういうのを売って、お金稼いで、で、爆弾いっぱい買って、で、このタンタラムオアをね、鉱石。
タンタラム鉱石。こいつをたくさん手に入れることで、さ、一応ね、見ていきましょうか。どんな赤い、かっこいい。シールド防寒。で、タンタラムインゴットね。これはもう作れんじゃないか？あー、あれ、俺はまだ作ってないのね、こっちの拠点で。で、アルキメイジハット。なんかあれかな？こういうの、さ、つけると、魔力の回復力が上がるとか、そういうのあるのかな？いいじゃない。はい。というわけでね、今回はこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。またな！